こちらは札幌市東区にある地下鉄元町駅近くの北24条通りです。帰宅時間となり、車通りも多くなってきました。こちらの通りは普段は片側2車線の道路なんですけれども、道路脇の雪山が大きくせり出しているため、今は1車線ずつとなっています。今日の気温上昇の影響で雪は溶け始めていますが、今も道路は濡れている状態です。日中は気温が高く、防寒具、マフラーなどを外して手で持って歩いている方も多かったのですが、今の気温はマイナス 0.5 度と肌が痛くなるほどの寒さとなっています。富永さん、車通りの多い道では雪山もかなり高いと思いますが、住宅街はどのような状況でしょうか。はい、大きな通りから一本入ったこちらの道は道幅が狭くなっていて、車同士がすれ違うことも難しくなっています。道路もガタガタとしていて、運転することも難しくなっています。そしてこちらの歩道なんですけれども、歩道の横には高さ3メートル以上の雪が、積み上がっていて、こちらの雪山から歩道の方に雪が崩れてきてしまっています。歩道の方には、凹凸ができていたり凹凸ができているため、とても歩きにくくなっているため注意が必要です。札幌市は、今夜から雪山の排雪作業を本格的に始めていくとしています。